ってるからかわいい。じゃあ早速ですけど、また次の問いに行かなきゃいけないですね。最近気になることで、まあできれば硬いものと柔らかいものとコーナー交えて、左側硬いこと、右側柔らかいこと、区別わからんかもしれんけど、まあ浮かばん人は1個でもいいですわ。はい、じゃあオンラインの向こうのみんなもよろしくお願いします。 OK、 じゃあ一斉にお願いします。コップ、ああ大谷さん、あコップあなるほど、あ、うん、はい、あちょっとじゃあ上げててもらって、今度は市長さん、あの誰か聞いてみたいなっていう、まず固い話題で何かありますか。あ、若者の政治参加ってまさに、はい、ありがとう。じゃあそこ下ろしてください。佐田さん、若者の政治参加について、まあ、自分の体験も含めて喋ってもらったらいいかなと。私はあのこの前熊先生が顧問をされているホリレンジャーというサークルに所属していて、ご存知の方もおられるかと思うんですけど、あの若者の政治参加の促進というか、あの、まあ、関心を高めるために私たちはこういろんなことをアクションを起こしていこうってことでやっているんですけど、まあ、この間も衆議院選挙がありまして、でそこであの島内政を対象にオンラインでの模擬投票を企画してみたりとか、出口調査っていうのをやってみたりとかしました。でやっぱりなんかこう若者の政治参加っていうと、まあ、投票率ばっかりが取り上げられて、まあ、それが低いのが問題だってデータで言われることも多いんですけど、なんか、うん、その投票率ばっかりではなくって、こう実態を伴わないと意味がないなっていうのを改めて感じていて、選挙に行くときに若者でも自分たちの声を届けたいって思って投票している人がいるっていうのを私たちが行った出口調査の中でも知ったので、なんか表面上の投票率だけじゃなくて、どうやってその実際の関心度を高めていくかっていう点で、私たちにできることがあるのではないかと日々考えています。はい、ありがとうございます。まあ、あの広い意味であの政治というと、まあ、今回の総合計画、うん、あるいは街づくりも含めてと思うんですけど、市長さん、あの若者に今回総合計画とか、まあ、あるいは政治に関わってもらうというように秘策みたいなのありますか。秘策はないかもしれないけど、秘策は、いや今回のようにですね、こうやって、話を聞く場を持ってもらったりとかですね、やっぱりそういう回数をやっぱ増やしていくことは必要だなと思いますね、うん、そういうような意見があったようにですね、そういうところに参加したいっていう方もいらっしゃるんで、うん、やっぱそういう皆さん方をいかに私たちが関心を持って集められるのかというか、そういう機会の場をですね、いかにして持てるのかということ、うん、まあ、そういうことが大切なことだなと今聞いてました。ありがとうございます。みんなの中で、あの、まあ、政治すると難しいかもしれないけど、今回の総合計画とか街づくりに、まあ、こうすれば若者が参加しやすいんじゃないかとかいうアイデアがある人いませんか。田村君、そんな大したことないですよ。私、あの、生活観光ってことを書いてですね、なんかこれ最近ちょっと言われてることかなと思ってるんですけど、なんかこう普通の観光、例えば出雲に遊び、観光に来た時に、まあ、出雲大社回って、そのこう稲佐の浜回ってホテルに帰っちゃうみたいな、うん、なんかそういうのじゃなくて、なんだろう、こう実際に住民さんが普段やってるようなこと、例えば農業を経験してみるだとか、うん、なんかこう夕方にみんなで集ってお酒を飲んでるから、そこに一緒に参加させてもらうとか、なんかそういうこう本当に生活の中にあるこう意外と都会だと経験できないようなことみたいなことを経験する観光の仕方っていうのが最近結構言われていて、なんかすごい住めばいいとこだなってめちゃめちゃ思うんですよ、島根県は。なんかなので、こうそういう観光の仕方とかあってもいいのかなと、まずはこう衣食住から固めていくというか、そういうとこからなんかこうしていくのはありかなってことは一つ思っています。いかがですか、今のアイデア。いや、あの観光とかにですね、やっぱそうやってあの ものからことへの、なんかそういうような観光のシフトがですね、うん、できればいいなと思うし、もう言われるようにそういう資源たくさんあるんで、その生かし方の一つとしてですね、うん、ぜひそうすればその一日だけの体験もありでしょうし、うん、ステイの、ね、時間が長くなるような使い方もできてくると思うんで、うん、あのそれはあの大変参考になると思います。一旦柔らかい話しようかな。
もう一回上げてもらっていいですか。せっかくだから、もう一回人選んでもらおうかな。ちょっとだけ大谷さんの話されます。大谷さん、せっかくだけね。大谷さんですね。大谷さんですね。まあ今どうなんですかね。MVP を捉えるかどうかですけど、大変期待してますけども、大谷さん見てるとですね、よく二刀流で投げたりとか打ったりってね、で、あとまあ盗塁もしてて、すごいこう何でもできるプレーヤーなんですけども、もうあの人を見てて本当にいいなと思うのが、本当に野球を心から楽しんでるっていう、楽しそうに野球をやってるって、あの姿が一番いいなと思ってて、彼は本当にこう楽しく生きてるというか、楽しくやってるっていう、あの姿がですね、非常に参考になるというか、まあ、皆さん方も育ってもらいたいし、出雲市もそういうような、なんかこう躍動感のあるというか、楽しい街にしていきたいと、ね、本当に思いますね。はい、ありがとうございます。やっぱあれですかね、二刀流っていうのをみんなこう、そんな無理だよって言ってたのをこうやらせてみようっていう、まあ監督もいたし、実際できたっていうのは、無理やりこじつけると役者の中の縦割りもなんとか乗り越えられますか。まあ縦割りっていうか、本当にいろんなところ、今誰もが部署を超えたりしていきながら、町内の中にネットワークを持ってますし、また民間の人ともいろいろなところで交流も持ちながらですね、やっていけるんで、そういう意味ではまあ、これから楽しみになっていくと思いますよ。真面目に答えていただけると思う。テーマ2つ目は著名人、まあ、自分この人を連れてきたいっていう人を連れてきて、どこに連れていくか、あるいはどんなことしたいかがテーマですけども、3つ目は良い街の条件ですので、まあ、重なってくるかなと思うので、とりあえず2番目のテーマをやりながら、3つ目時間があったらっていう感じでやっていってもいいですかね。ごめん、まだ当てられてない人いると思うので、すいませんね。どこについて、もう少しかな。どこもう少しっぽいかな。誰がいた。ちなみに僕はその松屋に桂造寺っていうのがあるんですよね、枕木山っていうところに。そこに不動明王の木なのがあって、そのすごいよくて、そこにちょっとダゲラピストル連れて行って歌作ってもらいたいなっていうのが、うん、これサンプルね、サンプル、いい答えです。じゃあ皆さん一斉にお願いします。ちょっとですちょっとゆっくり見ますかね。ちょっと読んでいくかな。鶴瓶さんとイチジクが YouTuber 誰かと三保の関、相川翔とカブトムシ取りに山へ、ね、八百万の神様と、あ、今そうですね、うん、教えてもらいた いミスチルの桜井さん、渋いね、新宿周辺に、あ、美術館もね含めてね、かまいたちさん、城下町、武田君より知ってると思うよ。いや、ごめん。松江城の玉子の、松江城玉子10期です、ね、あ、10期、はい、お城好き芸能人が結構いるんです、ね、はい、あ、声出してもらおうか、向こう。じゃあ倉富さんからお願いします。はい、私は高橋一生さんと堀川遊覧船が挙げました。はい、じゃあ石原さんお願いします。はい、私は、まあ、誰とはこだわらないんですけれど、ある程度有名な YouTuber さんを、とりあえずどこでもいいので聖地巡礼みたいな感じで連れて。はい、じゃあ吹野さんよろしく。はい、私は俳優の佐藤健さんに松江城とその周辺を紹介。なるほど。松原君お願いします。うん、僕は岸田総理大臣を風穴に連れて行きます。うまいな。岸田さんと何話す。まあいいや、あ、聞く人だけね。まあいいです。佐伯君、僕も同じで総理と出雲大社。そうだ、面白い、ありがとう。たくみさん、ちょっと声出せないか。フリップ上げてもらっていい。BTS と出雲大社ね。はい、ありがとうございました。じゃあまず市長を聞きましょうかね。その心は。あ、ちょっとファールっぽいんですけど、やっぱり今、まあ、時期もそうですけども、八百万の神様に、これからですね、どういう町というか世界というか、うん、そういうものが望まれて作られていくのか、
もうアドバイスなんておこがましいですけども、あのそういうものを参考にしたいなと思いますね。あの人であり、物であり、またあのたくさんあるその場所であったりとかですね、どういうふうに、まさに今日こう話してるような感じのやつをですね、ぜひちょっとなんか会議の模様をこうちょっとこう教えてもらえたらいいかなみたいな。ちょうど昨日が、人なんか誰か聞きたい人がおられましたか、今の。あのずっと見てて場所的になんか出雲と松江で、まあ他の場所もあるんでしょうけども、出雲大社だったりとか、あと松江の方城下町の感じだったりとか、そういうイメージはやっぱり若い人たちには、あのあるのかなと思って、三保の関も松江だし、なんか具体的なところっていうのは出雲と松江なのかなと思って、今ちょっと関心を持って見てました。もう一回上げてもらっていいですか、皆さん。あ、一軸は。やっぱ一軸ですね。あ、松江城。一軸聞きますか。あの滝でしょ。滝です。そうそうそう。一軸じゃ、ただのさ、はい、ちょっと。なんか大学の2年生の時の夏休みに、あの一軸を作っとられる農家さんのところに2泊3日でお邪魔させてもらって、一軸を取る体験をさせてもらったんですけど、すごく楽しくて、で鶴瓶さんにしたのは、あの個人的にすごく好きなのとあとなんか話してる人のいいところを見つけるのがすごく上手だなって思ってて、だからなんか話してる相手の人が元気になりそう、だからそのイチジク農家さんとか嬉しくなりそうだなと思って鶴瓶さんとイチジク旅がしたいですなるほど、牧場先生もね、引き出すのが上手です。いやいやいや市長、イチジク狩りとかされたことあります？まあ、イチジク狩りっていうか、家の近くの方の民家でこう普通に、まあ普通にあの合法的に、まあ合法的に、今言葉が出てこなかったけどそう普通のあのお宅に行って、自分でこう模しってみてこうたら、一軸やっぱ売りですよね、今出雲の あの地域のね。そうですね、滝地、そうだし、まあ柿であったりとか、まあぶどうも、ですし、さまざまに。そのままでも美味しいし、加工しても美味しいと思いますし、もう一回あげてください。じゃあ、八雲風穴と三保の関、ちょっとどうですか。八雲風穴の話、ちょっと松原君してもらっていい？はい、と出しましても、僕もちょっと一回しか行ったことがないのでめちゃくちゃ知ってるわけじゃないですけど、まあ、天然の冷蔵庫みたいな、非常に冷えるところに、非常にその不思議で、魅力的なところだなと思ったので、ぜひ総理大臣を連れて行って、寒いところで何か話したいと思いました。はい、あそこ小泉進次郎さんの色紙が飾ってありますね、確かね、風穴ね、政治に風穴を通すだけ、風穴だけ、確かに。あの僕が今滑ったわけじゃないですよ。あの、私でよかったらいつでもご案内しますが。よかったじゃん。もうこれ今ビデオ残ってますから、ね。最近市長でいい？総理大臣じゃないけど。全然大丈夫。全然大丈夫。偉そうやな。大丈夫、ありがとう。Thank you.